皆さん、最近僕は悩んでることがあります。それはね、眠れないんです。よーお前らテルトだということで今回なんですけど、今回はですね、なんと、ロブロックスで、不眠症、眠れないというね、ゲームで遊んでいこうと思います。まあ、どういうことなのかと、僕もね、どういうことかわからないから、やっていこうと思います。ちなみに、なかなか夜寝つけないよっていう経験をしたことある子は、高評価チャンネル登録してってね。おー、なんかめっちゃいるじゃん、気がついたら。一人専用のとこ入ってみようかな。一日目。始まったぞ。お、一人称してんだね。目標、ママと話そう。このゲームのことマジ僕何も分かってないんだけど、ママと話すってことは子供なのかな？え、なこれ。なんか壁に目があるんだけど。こんにちは。あ、なんか課金させられそうになったわ。やめときます。このドア開かないと。じゃあ多分こっちに降りるのかな？マンマは1階にいるのかな？マンマ、あ、マンマいる。マンマなんか、パッパいるね、パッパも。パッパめっちゃ眠そうな顔してるけど、しかもちょっと頭が、スレピカーノだね。ママおはよう。ママすごくない？口が可愛いんだけど。話してみよう。お父さんのことが心配だと。彼は、ブロッシーコーラの飲み物を飲み続けてると。まあ、多分、レッドブルとかモンスターみたいなカフェインの起きれるドリンクを飲み続けてるんだろうね。パパと話して何が悪いか確認しましょうと。なるほどみんな、パパがどうやらね、不眠症らしい。寝れないと。おはようパッパ。え、なになに？もっとブロクシーコーラを買ってあげるよ。目標パパにブロクシーコーラをあげようって言ってるね。え、でもこれ飲むと眠れなくなっちゃうんじゃないの？私は最後の缶まで残っている。私はもっと長生きできないと思う。なるほどみんな、道路の反対側にあるショップに行ってコーラを買うらしい。ははは。え、でもこれあげたら寝れなくなっちゃうんじゃないの？いいのパッパ、寝たいんでしょ？まあまあ、じゃあコーラ買っていきますか。お、自動ドアなんだけど。めっちゃ自動ドアなんだけど。はい。隣の家とかもあるね。なんか隣の家の窓めっちゃ顔じゃないこれ。目と目と口みたいな。かわいいね。多分ここかな？こんにちは、誰かいらっしゃいますか？あ、いる。この人もめっちゃ眠そうな顔してるよ。話しかけたらいいのかな？ブロクシーコーラが私の後ろにいると。どういうこと？ここにあるじゃん。取ります。はい、バイバイ。これ盗んでいいのこれ。なんか、みんなお金払わずに買えたんだけど。あ、僕んちもこれ顔じゃん。僕んちも顔だわ。なんか、ここの住宅街、流行ってんのかな、この顔の形にするの。はい、パピー、持ってきたよ、コーラも。はい、どうぞ。おう、愛しいコーラが帰ってきたと。ブロクシーコーラの神々が私を呼んでいる。どっか行ったんだけど、パパ。飛んでったんだけど。ああ、そう、おばあちゃんに会うのも忘れずに。あそこおばあちゃんちなんだ。彼女は荷物を届けるのに助けを必要としてますと。目標、おばあさんの家を訪れると。え、ちょっと待って。パパどこ行った？ママ、パパが飛んでったんだけど。パパが戻ってくると確信してます。希望して。おい、待って、パパワンチャンこれ2階にいたりしない？うん、別に家に穴は開いてないからさ、ワンチャン2階にはいないか。うん。じゃあみんなしょうがないからおばあちゃんちに行こうこれ。パパマジどこ行ったんだろうね。あのコーラ絶対やばいコーラだよ。はい、おばあちゃんち来たよ。こんにちは。おばあちゃんちこんな近いのいいね。待って、おばあちゃんちテレビしかないけど大丈夫？なんか、映画館か何かなのここの家は。おばあちゃんも目がやばいね。助けに来てくれてありがとうと。このパッケージを私のために隣の人に届けてくれますかと。なるほど、隣人に荷物を届ければいいんだね。間違えて、隣人の荷物がこっちの家に届いちゃったみたい。昨日送ろうと思ったが誰もいなかったと。いるじゃん。でも気をつけろ。隣人は変なやつだ。え、なんなのこれは。荷物は？荷物は、あ、持ってるね。待って、あの家そんな怪しい人住んでるの？ちょ、みんな、まずは偵察からです。うん。簡単に入るわけにはいきません。そしてね、彼はね、隣の奥の部屋にいたんだけど、こっち窓一つもないの。え、なにこれ、なんかジェネレーターをリセットってあるんだけど。停電させるってこと？え、そんなことしていいの？まあまあまあ、まず一旦入ってみるか、じゃあ。窓がなんか正面にしかないんだね。変な家だな。こんにちは。あ、いる！僕んちとめっちゃ同じ形。うん。はい、こんにちは。
どうして私の家にいるの？いや、それはそう。ああ、私の荷物を受け取りましたか？ありがとね。でもノックできたはずなのに。ごめんなさい、それは。勝手にね、ドアが開いたんです。あなたはすでにここにいるので、なぜ私とテレビを見ないのですか？え、どういうこと？私と一緒にテレビ見たくないですか？見たくないです。ははは、は、ジョークだよ、と。ははは。誰と冗談を言ってるか気をつけてください。え、どういうこと？なんか猫ミーム見せられてんだけど、僕テレビでさ、隣人と。近所の人と一緒にテレビ見ましょうって言われてる。見てるよ。え、これ出てったらダメ？出てったら追いかけられると思ったら出れなかったわ。え、ちょっと猫ミーム、同じ猫ミーム。待って！停電したし怖いんですけど顔が。え、なに？なに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 ？停電したんだな。一つのことを恐れてるんだ男。一つのことを暗闇。翻訳がやばいな。家のお城まで行って私のために発電機をリセットしなくちゃ。お願いします。あ、さっきの多分発電機だね。目標は家のお城の電源を修理すると、もう気がついたら夜になってるんですけど、早くない？誰かが停電させたのかな？それともシンプルにこの街が停電しちゃったのかな？ちょ、気になるところだね、これは。間もなく修理完了するよ。ポチッとな。よし。待って、でもさ、どういう話なんだろうね。今のところお父さんどっか行ったし、隣人やばいし、はい、ただいま。帰ってきたよ。はい、ありがとう、と。なんだ？でも家に帰って少し休んだ方がいいよ。またね、と。なんだったんだ、この人は。じゃあ家帰るよ。待って、この人の2階ちょっとチェックしたくない？目標はね、家に帰って寝るになってるんだけど、僕んちと間取り一緒だし、めっちゃ猫ミームのファンじゃん。猫大好きなのかな、この子。僕も猫大好きだから分かるよ、その気持ち。お邪魔しました、バイビー。え、これホラーゲームなのかな、もしかして。なんかちょっとね、怖くなってきたよね、みんな。パパおそらく帰ってないし。パパいないね。マンマも？ママどうですか？寝るべきだもん、かなり遅いと。はい、寝寝します。おやすみなさい。でも一つ気になることがあってさ、これなんでベッド4つもあるのかな？めっちゃコーラのポスター貼ってあったうち。はい、寝ます。おやすみ。おー。これで一日目を終えたって感じなのかな？眠りにつくはずがない。やばいみんな。僕が最も悩んでいたことが起きてしまった。そう。眠れない。二日目、ママと話そう。やばいじゃん、もうオールしちゃってよ、オール。でもなんで僕眠れないんだろう。あ、やばい、マンマも寝れない顔してる。パパはまだ家に帰ってこなかった。行って店員さんにお父さんを見たか聞いてみろ。これは私が心配してますと、ショップキーパーと話そう。やっぱあのコアラにさ、やっぱやばい成分が含まれてんじゃないかな。僕もお母さんもコーラ飲んじゃって、眠れないみたいな。こんにちは。お父さんを探してるの？はい、少し前に彼を見た。彼はあなたの大人に向かって歩いていったと思う。どこで大人に、あ、おばあちゃん家にね。なるほど、おばあちゃん家に向かって歩いていったと。え、じゃあおばあちゃん家にいるじゃん。おばあちゃん。おばあちゃんまた猫ミーム見てる。うん。ごめんなさい、お父さんはいませんでした。多分、隣人が彼を見たのだろう。隣人と話す。え、あの怪しい隣の人？あの人お父さん見たの？あの人一日中テレビで猫ミーム見てるからね。多分お父さんのこと見てないと思うんだけど、俺まだ見てる、まだ。お兄ちゃん。あ、でもこの子、顔変わってないね。はい、あなたのお父さんはここにいました。嘘！マジ？でも、私は彼を追い出さなければならないと思ったと。彼はブロキシコーラを飲みすぎていたと思う。やっぱあのコーラやばいんだ。バカバカしいことを吐き出し続けていた。それは私を怖がらせ始めたと。彼はすぐ後ろにいると思う。叩く音が聞こえてくるよ。え、怖っ！お父さんちょっとやばいやつになっちゃったってこと？後ろってどこだろう？ 2 階かな？それとも、建物の後ろかな？建物の後ろっぽいね。お父さん勘弁してよ、ちょっと。その変なコーラ飲まずにさ、どうしようこれで壁ぶん殴ってたら。マジで張り付いてるんだけど、パッパ。え？消えたんだけど。ん？空っぽの森。何急に。なんか移動したんだけど。何ここ。パッパいるし。パッパおはよう。あ、消えた。しかもパパのさ、顔やばかったよね。永遠が待っています。
彼は沈黙の中で囁きます。空が悲鳴を上げている。まだ英語の方がわかりやすいぞ。これ翻訳適当すぎないか。え、これ何したらいいんだろうね。あ、お父さんも一緒にいたよ。パピーどこ？長い間忘れられてたエコー。時が近づいてくる。とりあえず僕のパパ返してください。え、なんか光の玉が出てきたんだけど、これパパ？パパじゃん。え、どこだったんだこの森は。あ、お父さんいる。戻ってきたね。パパおはよう。私の頭は私を殺しています。頭痛いのかな？何があったんだ？なぜ今外にいるんだ？すべてがぼやけている。家に帰って少し休むべきよと。なるほどね。多分、記憶がなくなっちゃってたんだね。あと1分で追いつくって言ってるから。帰りましょう。まあでもとりあえずお父さん見つけてよかったけど、やっぱあのコアラ飲むとなんかおかしくなるっぽいね。めっちゃ。ママは？ママもいた。ママに知らせよう。派遣できてよかった。お、安心した顔になってる。彼は本当にブロキシーコーラを止めなければならない。そうだね、もう飲んじゃいけないからね、これ。いずれにせよベッドに行くべきよ、もう遅いよと。はい、ねんねします。え、でも今のところ隣人、いい人だけどね、普通に。おやすみなさい。眠りにつくはずがない。3日目。やばいってみんな。僕も二徹してるんですけど、二徹はしたことあるけど、さすがにしんどいよ、本当に。え、待って、お母さんいないし、なんかお父さん倒れてるんだけど。パパ起きて。私のブロキシーコーラがすべて消えたと。もっとブロキシーコーラ持ってきて。話すと体からエネルギーが漏れてる気がすると。え、これなんか中毒になっちゃってるのかな？目標。ブロキシーコーラを手に入れようっつってる。え、これ手に入れたらもう、またやばくなっちゃうよ。またどっか行くよ、きっと。え、待って、隣人もいないんだけど。どこ行った？ベッドの上は？いない。おばあちゃんちは？おばあちゃんちもいない。え、お父さんと僕以外いなくね？全員消えたの。ここは？店員さんいるね。こんにちは。お父さん、ブロキシーコーラ不足で体調が悪いの？申し訳ありませんが、ブロキシーコーラさえ残っていません。本当に必要なら？店の裏のゴミ箱にあるって言ってるね。通常期限を切れる1週間前に捨てます。でも飲み放題になると。賞味期限切れたコーラ。もっとやばそうだけどね。お父さんもっと狂っちゃうんじゃないの？え、なんかいるんだけど誰か。こんにちは。このゴミ箱には悪霊が住んでいるから気をつけろ。どんな服着とんねん。え、これ、大丈夫？そんなこと言われたけど。コーラ探しに来ただけだよ、僕は。あるんかな？もし彼が現れたら動かないでください。どういうこと？え？待って、みんななんかゴミ箱の世界に来たんだけど。ちょっと待って、ゴミ箱の世界に来てしまったんですけど。うわー、びっくりした！あ、そういうことか、これ。なんか、幽霊みたいなのが出たら、立ち止まらないといけないんだ。で、多分これ奥にコーラがあるから、探しに行くってことかな。マジびっくりした、本当に。はいはい、止まっていく。いや、怖いよ、これ、ちょっと。なんで？ね、コーラを買いに来ただけなのですが、僕は。なんでゴミ箱の中の幽霊と会わないといけないんですか、これ。どこにあるんだ、これ、コーラ。全然なくない？あ、待って、あれっぽい。めっちゃあれっぽい。もう、あれでしかない。空中に浮いてるコーラが。はい、止まっていく。びっくりしないよ、僕は。はい、コーラを引き取りまーす。はい、ありがとうございまーす。あぶねえ。彼はもうすぐそこにいる。なになに、どういうこと、どういうこと、どういうこと？何？壁が崩れているって書かれてるんだけど。何、壁が崩れてるって。とりあえず帰ってきました。コーラどうしたらいいんだろうね。てか僕、コーラ持ってないんだけど。何をしたらいいんだ、僕は。こんにちは。お父さんもお母さんもいない。家は出れたものの、って感じだね。また家の裏に何かあるのかな、これ。あ、なんかいる。え、これお母さんじゃないの、これ。お母さん、わー、びっくりした！え、幽霊これ。まさかの？ちょっとお母さんに襲われたと思ったらこれ幽霊なの。そろそろ寝るべきかも。Go back to bed、行きましょう。寝ましょう。やばい、なんかもう、この一家もそうだし、街もおかしくなってるんだけど、もう早く寝よう。しかもね、僕もなんかね、
寝てないからかフラフラして足が遅いんだよ。寝よう、もう。もうこんだけ疲れてたら寝れるはず。頼むよ。お願いします。マジで寝てください、本当に。睡眠は大事だからね。眠りにつくはずがない。いつも寝れないじゃん。4日目。あ、なんかちょっと足早くなってる。でもこれお父さんもお母さんもなんかもうどっか行っちゃったよね。おはよう。やあみんな、パパがコーラになってんだけど。どういうこと？今私が知っているのはブロックシーだけです。パパに話してももうコーラになっちゃって何も言うこと聞かないんですけど。ショップキーパーだな、そう。雨降ってる。いや、もしかしたら今日コーラが入荷してるかもしんない。でも入荷しててもさ、飲んだら絶対大変なことになっちゃうよね。この街で起こるおかしなことがたくさんある。気候が関係してるって言ってるね。隣人と話す。隣人助けてくれよ。でも昨日隣人いなかった。え、待って。隣人いるんだけど、なんか隣にやばいやついない、なんか。誰これ？めちゃくちゃ怖いアモンガスみたいな形してるんだけど。全く普通の猫。ミュー、猫じゃないだろ。どう考えても。彼女は可愛くないですか？可愛くないだろ、怖いよ。何言っとんだもん。変わった隣人ってそういうことかな。確かにめっちゃ変わってるわ。あれ猫じゃないし、可愛くないし怖いし。はい、次の目標、おばあちゃんに会いに行こうと思います。昨日おばあちゃんいなかったからね。どこ行ってたんだろうね、おばあちゃん。めっちゃ雲の触ってるし、待って。おばあちゃんがなんか捕まってる。本当に寝なければならないっつってた。おばあちゃん。マジかよ。これ僕も寝た方がいいんかな。僕も寝よう。もう怖いんだけど。このコーラのせいでなんか街中おかしくなってるんだけど。お父さんもコーラになっちゃったし。でもこれ僕も多分寝れないよな、また。おやすみ。眠りにつくはずがない。やっぱり？5日目。え、なんか、白黒の世界になったんだけど。みんなやばくない？え？なんかここ見えるんだけど。なんもないわ。え、とうとう、5日も寝てないから目がおかしくなっちゃったのかな。パパもママもいない。てか目標書いてないね、そういえば。ちょ、隣人のところ行ってみるか。なんだ？永遠の不安。終わりと始まりが待っている。隣人もいないね。囁きが消える。え、なんなのこれは。全部が。あなたの時間。何も。おばあちゃんもいない。え？真っ暗になったんだけど。どういうことだ？地平線。え、本当に地平線じゃん。めっちゃ花あるんだけど。え、何これ何これ。巨大な像。お兄ちゃん。これ何なんだろうね。対話する。はい。なんか知らない場所にまた来た。ここはどこですか？私は誰ですか？誰か倒れてる。何召喚って。召喚。話す。霊がまだこの世界にしがみついている。うわ、なんか出てきた。なんか出てきたよ。時々彼らはもうここにいないことを思い出さなければなりません。空っぽの貝殻だけが残った。召喚したらなんか、出てきたんだけど。こっちも召喚してみる、みんな。ああ、出てきた、召喚したら。なんか可愛い。キティちゃんの服着てるね。こっちも出てきた。あと5分だけ。ちょっと最後まで召喚してみるか。え、結局何が起きてんだ、今。え、なんかいる！そこに。これ夢の中で襲ってきた人じゃない？いっぱいいるんだけど。ここのお墓は何なんだろうね。はい。はい、召喚。あ、なんかいる。誰かいるぞ。魔法使いみたいな人が。こんにちは。誰もが最終的に自分自身を失います。自分の一部を残したければ、私の隣の墓へ。え、これ僕死んじゃったってこと？え、そういうことこれ僕自分死んでるの？墓を作る。表示したいテキストここに書いてください。おやしみって書いとこ。墓を買う。なんか課金させられたんだけど。墓買ったよみんな。やばい！僕の幽霊が出てきた、ぽやしみって言って。何なんだよ、これは。そしてこの像にまた話しかけたらいいのか？気が狂うことは簡単だと。さあみんな、謎のお墓を作って、帰ってきたんだけど、何これ？どうなってんの？壁だ。え？すごくない？みんなほら。壁に登ったらなんか、床になったんだけど。え、何この家？あれ？これって僕んちじゃない？多分。え、売却済み。
今よりいい時期は決してありませんと。なんか売れちゃったみたいだね、僕んち。どうどう？これ僕んちだよ。なんか花生えてるし。あ、誰かいる。え、待って。お母さん？お母さんとお父さんが、なんかゴミ箱の中で見た幽霊にみたいになってたね。え、怖っ。これ上で寝たらいいのかな？大丈夫？寝れる？僕いるんだけど、目覚めさせる。あ、これ夢の中なのかな？起きてー。え、じゃあ僕寝れたってこと？4日目の夜にちゃんとやりすぎた。永遠の休息が待っています。エンディング、レスト、休むみたいな。はい、ということでみんな、めちゃくちゃ謎が多かったゲームだったんだけど、おそらくね、僕は4日目の夜にちゃんと寝れたっぽいね。そして僕自身は死んでないけど、果たしてお父さんとお母さんがどうなってしまったのかはわかりません。でもちょっとあのコーラ怖くない？飲んだらさ、寝れなくなるコーラとか怖すぎるんだけど。ということで、この動画面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。さてと、コーラでも飲みに行くか。